最近配信多くて嬉しいだって。あら、本当に多いかな。 X のアイコン良き。そう、アイコン変えました。皆さんちょっと以後お見知りおきを。ちょっと大谷翔平さんが結婚したっていうニュースを見て爆速で起きました。あの普通に結構でも2時間ぐらい前になんか寝てたんですよ、リビングで。そしたらテレビで大谷翔平さんが結婚しましたみたいなニュース流れてきて、えってえってびっくりしすぎて爆速で起きた。うん、悲しいだって悲しんでる。やっぱすごい人気ですもんね。そうね、何をしてもニュースになる。本当にすごい。寝起きの顔って言われた。いやいや、もう最近やばいんです、食べまくって。今日もラーメン食べた。この前もマジで週に3回ラーメン食べててやばいんですよマジで。顔がもう塩分取りまくり、野菜も食べてない全然。寝起きの目してるだって。嘘、そういう目です。もともと星が入ってる。マイク押さえてるから。ラーメンは今日は醤油ラーメン食べた。ラーメン大好き。どんくらい寝た。だって普通に1時間ぐらい2時間ぐらい前に起きた。すっぴんですからね今。ちょっとすいません。ラーメンにライスつけたことないの。ない。チャーハンはつけたことあるけど白米つけたことない。なんかいつも行ってるラーメン屋さんが最近、今年ぐらいになってからかな、なんかライスも無料で勝手にどうぞみたいな感じになったんですよ。変わったの。変わってライスも勝手にどうぞになって、それで、でもなんかラーメン食べるのにライスも食べるかなみたいな思ったんですよ今日。でもなんか今日ちょっと混んでて、そのラーメン屋さんが。で結構みんなライスも置いてたんですよ自分の陣地に。えみたいな。やっぱ男性の方はラーメンに白米なんだなって思って、え私はどうしようみたいな思って、まあ、悩んで白米食べなかったんですよ。でもなんかちょっと食べたくて、でももう座っちゃって落ち着いちゃったから自分でライス取りに行きたくなくて、でどうすんだろう、どうしようって思って、てかみんなはどうなんだろうって思ってツイッターで聞いてみた。あかっこ X で聞いてみた。みんなラーメンにあの白米ってあるのか、やるのかなって思って聞いてみた。そしたら結構みんなやってた。てか分かんない、年齢層とあの普通にあの年齢層的なあの本当にあのおじの方々やっぱ多めなので、やっぱそういう方々はやっぱラーメンに白米やるんだなって思った。うん、でも私も次行ったら絶対白米食べたいなって思う。
白米いらないだってって思ってたんです私も今まで。でもちょっと今日憧れが芽生えた。ラーメンについてる海苔をライスに乗せたりする。家系には白米です。だって美味しそう。なんか逆にリップに逆に俺様はみたいな、ラーメンにチャーハンは絶対ないかなみたいな。チャーハンって味がちゃんと味付けされてるからラーメンとチャーハンはなくて、逆に白米みたいな、白米にラーメンの味をつけて食べるみたいな感じのリプもあって、あ確かにって思って、それありだなって思った。餃子は王道だけどね、あと餃子は大好き、餃子ラブ。二郎系は一回食べたことあるけどまた行きたいんです。二郎系ラーメン大好き。今月6回食べてるラーメン、6回は食べてる。うん、ラーメンも喜んでると思う。嬉しいわ。ラーメン美味しいよね。今度混ぜそば食べたいと思ってる。混ぜそば。混ぜそば食べてみたい。今カップル食べてる。だってダメだよ、カップル食べたら。そっと見守ってあげてください。カップルは食べ物じゃない。ぜひ油そばも食べてみて。食べてみたい。たまに公園でカップルにらみつけてるおじさんいるけど、そういうことかなって怖そんなおじさんあかんで。そんなおじさんいるんですか。小谷園ですね。
麺類だとラーメンが一番好きですかって、当たり前なんですけど、えてか麺類ってくくりじゃなくて、もう食べ物界の中で一番好きなのがラーメンです。うん、ラーメンに酢、ニンニク入れますか？あの味変したいとき。鎌倉行ったことありますか？全然あります。美味しいよね鎌倉。鎌倉大好き。ラーメンにチャーシューは絶対つけますか？なんかついてる勝手にいつも。でもチャーシューあんまり、チャーシューわーってチャーシューなくても全然大丈夫私は。ラーメンに餃子つけれるときはつけます。うん、好きなトッピング、もやし。もやし好き。ラーメンに欠かせないもの？え、麺。もやしはめちゃくちゃ安いじゃないですか。自分で買ったことないからわかんないんですけど、安いって噂じゃないですか巷で。なのにあんなに美味しいのはなんでですか？すごくないですか？もやし大好き。うん、一袋38円。え？毎日もやしでいいんですけど。うん、おだいりがラーメン食べる動画見たいだって。えー、私は本当集中させてラーメンに、遊びじゃないよラーメンと私の関係はね、遊びじゃないから、
髪その長さだと食べるときくくりますか？くくりません。替え玉したことありますか？あります。一蘭とかはしちゃう。麺固め、そう自分、そう最近は自分で有識のさ注文とかあるできる系だったら麺固め、普通に食券渡す系だったらそのまんま行っちゃうけど、最近麺固め、マジで二郎系のラーメン行きたい。こんばんは。家着いた。今日は少し疲れただって。いや偉いですよみんな。仕事を働いて偉い。みんなエラリンチョ星人です。みんなエラリンチョ星人です。明日年休取っちゃっただって。あら明日なんかあるのかな。働かないと食べていけません。そうなのよね、うん、明日から3月。 Yes、3月でございます。キャロル、3月キャロル、3月でざますよ。月月利用料の見直ししないとね。だって確かに。皆さん私のファンクラブ入ってくれました？イエーイ。ファンクラブの運営の方がびっくりしたって、多くて入る人が予想以上でびっくりしてましたって連絡が来ました。ありがとうございます。ファンクラブできたんです。そう、だから写真とか投稿したい。なんかマネージャーさんから勝手にやっていいよって言われたけど、勝手にやってさこれで失敗してさマジクソやばい誤爆みたいになったらさマジでもう怖いからちょっとどうしようって思っちゃう、うん、そう勝手にやっていいよって、私がみたいな、私がこの私が勝手に怖いんですけど。
か普通になんかさ、私友達とかとさツーショット撮ったとこ時とか可愛いから、友達も間違えて SNS とかに載せちゃいそうになるの。なんかメンバーと撮った写真だ、 あったいいのあったって思って、普通になんか友達の写真とか普通にそういうの選んじゃったりするわけ。そう、え待ってってこれ友達じゃんってなるわけ。危ないんです、うん、だってさ、お母さんとかが旅行とか、お母さんと一緒によく旅行するんですけど、お母さんが撮ってくれた旅行動画とかもさ、音声とかさ、お母さんとかが喋ってる声とか音声消して載せたいけど音声が乗ったまま乗せちゃったりするの怖いから、そうだから全然投稿できてない。うん、8回ぐらい確認してから載せてだってそうだよね。ね、ちょっと早くファンクラブであげたいんですけど、使い方のマニュアルみたいなもらってないです。なんかこれがこのこれここから入ってこのパスワードとかこのメールアドレスを入れれば管理人になれるよみたいな、投稿は全部自分でやって OK ですみたいな、なんかスケジュールの欄はこちらでやりますので、投稿は自由にやっていただいて結構ですみたいな、キョエーそう、マジ結構自由すぎて、焦ってる。事務所が管理する気ゼロ。あ、そうそうそう。だし、そう、マジ自分次第。みんなそうなのかな、ファンクラブって。ね。とりあえず頑張るわ、投稿したい。うん、投稿待ってる、ぜひよろしくお願いします。ファンクラブも。ではでは、今日の配信はこれで終わりたいと思います。イエーイ。ということで皆さんありがとうございます。おランキングに行かせていただきます。いきます。13位コルチェ、12位ミヤ、11位時空、10位中堅、9位ミヤちゃん、8位あやかん、7位ゆうたパパ007、6位チャム、5位わたあめ、4位ショッチマン、3位竹丸、2位ごめん先生、そして1位はまあ圧倒だし、ありがとう、ありがとうございます。ということで皆さん本日は良い夢を見てください。配信ありがとうございました。ではバイバイ。